今日午後、広島市内で行われた北別府さんの告別式。カープ OB の山本浩二さんらプロ野球関係者を含む191人が弔問に訪れました。各球団入り初の役所投手北別府学ぶその勇姿を忘れることは決してありません。どうぞ安らかにお眠りください。さよなら。北別府さんはカープが初優勝した1975年のドラフト1位でカープに入団。プロ入り3年目から11年連続で2桁勝利を挙げ、カープのエースとして活躍しました。北別府の場合はもうボール一つのレベルじゃないです。ボール半分のレベルでもない、ボール縫い目一つのレベル、アンパイアが技術向上したのは北別府があって、初めて向上したんじゃないかいうぐらいね。また昨日営まれた通夜にはカープの新井監督、黒田球団アドバイザー、同じ鹿児島出身の松山隆平選手など球団関係者が弔問に訪れ、カープの黄金時代を支えたエースに最後のお別れをしました。すごく気にかけてもらってたんで、はい、元気な姿を見たいなと思ってたのですごく残念です。本当1年でも長く北別府さんに言われたように頑張っていきたいと思ってますので、見守っててもらいたいです。抜群のコントロールで精密機械と言われた希代のエース、多くの人に見送られながら斎場を後にしました。